こんにちは。前回、青がエルコと東急急5000系のモーターがお亡くなりになったので、M 級タイプ2モーターを取り寄せて交換しようと思ったのですが、いざ交換というタイミングで、昔 M 級モーターの代替品として、イモンのモーターを購入していたことをふと思い出しました。このイモンモーター 1215D を購入した経緯は忘れてしまいましたが、どれかの車両の M 級モーターの置き換え用に購入したことは覚えていたので、青ガエルに搭載できないか、試してみることにしました。まず青ガエルを解体します。モーターのマウントを取り外します。モーターの大きさを比較してみます。手前が M 級モーター、奥がイモンモーターです。大きさは大丈夫そうですので、このまま作業をしていきます。モーターのマウントにイモンモーターが乗るか確認します。マウントに小さな突起があるので、これをモーターの穴にはまるようにします。ぴったりはまりましたので、続いて M 級モーターについているジョイントを移植します。手で丁寧に引っ張れば簡単に外れました。これをイモンモーターに丁寧に差し込みます。ジョイントの取り付け位置が同じになるように調整します。モーターの電極の位置がイモンモーターの方が少しだけ広いので、これをやや内側に曲げてあげます。曲げたものをマウントに取り付けるとこのようになります。この部分に終電スプリングが乗ります。イモンモーターに乾燥した青ガエルを早速テストします。お、いい感じですね。このまま一周テスト走行してみます。うん、何か違和感が。あ。動画ではわかりにくいですが、更新しているのに全消灯がついてる。モーターの極性が M 級モーターとイモンモーターでは逆でした。これを解決するには、モーターのマウントについている突起を削って、イモンモーターを上下役に取り付ければ良いだけなのですが、青ガエルのパーツに加工を加えることはためらわれたので、結局今回は M 級の新品に乗せ替えて終わりとしました。もしまた M 級モーターが壊れることがあったら、その時はイモンモーターに変えようかなと思います。以上です。最後までご覧いただきましてありがとうございました。